みなさんこんにちは、ももです。ジェロです。ももクロチャンネルです。今日は念願のパーソナルカラー診断ということで、パーソナルカラーコーディネーターの筧さんにお越しいただいてます。それではやっていきましょう。どうぞ。はい、お願いします。はい、ではパーソナルカラーについてまず簡単に説明をしていきますと、パーソナルカラーというのは簡単に言うと似合う色のことを言います。はい、で何から判断するかというと、肌の色、髪の色、あと目の色というご自身のお持ちの色素と調和する色っていうのがパーソナルカラーです。今日筧さんは自分のカラーのカラーで来てます、はい、そうです。イエローベースのオータムというカラーなんですけど、はい、アースカラーとか、ちょっとくすみが入ったような色だったり、まあ、マスクも結構そういう、マスクも確かに。では、パーソナルカラーについてちょっと詳しく説明をしていきますと、はい、まずスプリング、オータム、サマー、ウィンターという4つの四季のグループに分かれていきます、でそれをもう少し大きく分けていくと、スプリング、オータムというグループと、サマー、ウィンターというグループに分かれます、はい、どういうことかというと、まあ、スプリング、オータムというのは、イエローベースというふうに呼ばれていて、色にすべて黄色を混ぜたような温かみを感じる色のグループです、でサマーウィンターというのはブルーベースというふうに呼ばれていて、色にすべて青を混ぜたようなクールな色味のグループです。ウィンターのイエベはいないんですか？いないです。イエベはスプリング、オータム、イエベはサマー、ウィンター。イエベの中でもサマーとウィンターは何かが違うんですね。そうです、そうです。じゃあそれをちょっと説明していきます、はい、まずスプリングなんですが、イエローベースの色なので温かみを感じる色なんですが、明るくて鮮やかな色が多いグループです、はい、チューリップの色とか、はい、ポンジーの色とか、こう春の日差しをキラキラと受けているようなポップで明るい色というのが多いです。スプリングの色が似合う芸能人を挙げてみたいんですけど、はい、はい、木村カエラさん、木村カエラさんとかもね、似合いそうですね。上戸彩さんとか、菅野美穂さん、あとは桐谷美玲さんとか。おー、オータムです、ね、はい、オータムはスプリングと同じイエローベースなので温かみを感じる色のグループなんですが、はい、濃くて落ち着いた色が多いグループです。まあ、大地の色だったりとか、枯れた葉っぱの色、紅葉の色だったりとか、アースカラーというふうに呼ばれる色がオータムのグループです。オータムの似合う芸能人なんですが、安室奈美恵さんとか、あとは多部未華子さんとか。似てるって言われたことある。あ、確かに。長谷川純さんとか。あ、でもウィンターには真っ白あるね。いいこと気づいた。そう、真っ白っていうのは実はウィンターの色なんですね。白に合わないってやったら、もう家の白全部燃やそう。いや、燃やさなくて。ちょっと煮込め、煮込め。そう、あー、いい。サマーですね、はい、ブルーベースのサマーなんですが、青みがある色なのでクールな色なんですが、明るくて落ち着いた色が多いグループです。誰ですか、サマーは。サマーの芸能人はですね、綾瀬はるかさんとか、あと松島奈々子さん。はぁ。で、続いてウィンターですね、はい、ウィンターは、ブルーベースの色なので青みを感じるクールな色味なんですけれども、濃くて鮮やかな色が多いグループです。はい、どうぞ。中間由紀恵さん、いいですね。はい、柴咲コウさん。あ、柴咲コウさん、私今言おうと思ってます。はい、黒木メイサさん。ああ、あとは広瀬すずさん。ウィンターっぽいかもね。早速診断していきましょう。ありがとうございます。それでまずは色を消していきまして、ブルーベースのサマーです。こちらはイエローベースのオータムです。顔色変わりません？すごい。ピンクの方が唇の色悪く見えた気がする。そうかもしれない。次、イエローベース同士で比べます。これがオータム、これがスプリングです。くすみがある色とくすみのない色です。で、最後、これがブルーベースのウィンター。ウィンターちょっとくすんで見える気がする。ウィンターは違う気がするね。お肌の色と調和してるかと言われたら、違うかな。早くもウィンターが消えました。黒が外れます。黒が白が外れた。やだ。スプリングなのか、オータムなのか、難しい、サマーなのかで、ちょっと他の色もかけて判断して。これがスプリング、サマーです。血色感やっぱなくなっちゃうかな。じゃあイエローベースの色と比べると、顔の違和感がない。違和感はない、これがスプリングです。いや、でもこれ買っちゃうかも。ブルーベース、これ買ってるかも。これは合わないぞ。あ、でもこれしっくり、これなんでしょ、ね、しっくり。オータムです。ちょっとオータムの線が濃厚かなと思いつつも、オータムかスプリングでちょっと見ていきましょう。これなんでしたっけ。サマーです。ちょっと青白
見えてしまいます。あ、これはウィンターです。スプリングのミッドナイトです。血色は乗せてくれる感じがしますね。これはオータムの緑です。スプリング明るすぎちゃう感じしません？すごい肌のツヤも、そうなんだ、綺麗に見えますし、血色感も乗せてくれるので、頬のあたりがちょっと、まあ、チークは入れてないのに、ちょっとチーク入れたみたいな感じに見えたりとか、調和が取れてるのは、オータム、これがブルーですね、サマーのブルーです、でこれがウィンターですね、スプリングです、でオータムの方が調和が取れてる、しっかりこれはいい、あ、そう似合いますね、これがサマーの、こういうのも持ってるよ、でこっちがウィンターの赤です。これがスプリングの赤です。これがオータムの赤です。あ、この赤すごい似合ってますよ。本当ですか？はい。これがココアブラウンでサマーの色です。顔色は少し悪く見えちゃうので、でも勉強になる。すごいおすすめのブラウンを先にかけましょう。これが一番似合うチョコレート色だね。確かにしっくり。しっくりきますよね。で、黒はダメなの？かけるとすごい重たく見えるの分かります？確かにね。これちょっとウィンターの白かけますね。真っ白だとちょっとやっぱり色が明るすぎてしまって色が目立ってしまう感じがします。これがサマーで、これがスプリングの白です。これがベストなオータムの白です。ということで、プロさんはオータムということが分かります。イエローのオータム、もうこれから重たい気持ちで白買うことになる。あ、そんなことない、まあ、そんな、あのでもパーソナルカラーはそういう風に範囲を狭めるものではないので、黒ばっか持ってる、似合う色でこう調整してあげたりとか、先生なんかで、あー、もう買えないか、買ってください。好きな気持ちが一番大事なので。これが、サマーのピンクです。でこれがオータムのピンクです。これ結構良くない？オータム、もしかしてブルーベースとイエローベースです。ちょっとでもオータムまで行ってしまうと、ちょっと落ち着きすぎてしまって、やっぱりちょっと年齢より上に見えちゃう。オータムはないかな。これがスプリングのピンクです。似合ってる、似合ってる、似合ってますね。なんか明るい色が似合いますよね。こっちはウィンターです。ちょっと色が強い、色が違うの、ね、スプリングなのかサマーかというところで見ていきます。これがまずサマーですね。明るい色似合うので、これウィンターです。同じブルーベースで明るいサマーかウィンターか。こういうの似合うけどね。オータムのカラーですね。似合ってるけど、まあ、おしゃれには見えますけど、顔色を確かにね見るとちょっと暗く見えちゃう。これがスプリングの、あ、いい、すごい似合いますよ。うそ、はい、これいい、えっさ、この青すごい似合います。スプリング、コバルトブルーです。スプリングなんだ。早々に分かってしまいましたけど、これはウィンターです。お、確かになんか、ちょっと血色感、これがオータムです。オータムが一番遠いところにいる感じですね。モモさん、これがサマーです。明るい色なので悪くはないんですけど、ちょっと寂しげ、青い顔が、これがスプリングです。いいや、メイクしてないのに、なんか華やかに唇の色とか、なんか頬にちょっと血色乗ってくる感じ。全然ないけどスプリングの方が血色乗ってきます。はい、はい、ありがとうございます。はい、やばや、かかってしまいましたね。でも他の色で、ね、かけた方が、これがウィンター、やっぱりちょっと青みがあると、青白く見えちゃいますね。これがウィンターの赤、違う、これがオータムの赤です。結構くすみが強い色もちょっと苦手かもしれないですね。なのでくすみのないこっちの色、いいなぁ、この色、そう、この赤着る、着る着る、真っ赤、超着る私、まあ、今のケープの色が真っ白です。キュアホワイトという白ですね。なんか黄みのあるやつは絶対選ばないようにしてた意外と馴染むのかね。意外とむしろそういうのがやっぱ肌が白く見えたら綺麗に見えたりするんだろうね。これはサマーなので、あ、でもこれ良くない、これ悪くない、さっきのより、結構だって、これはオータムです、これがオータムなのでちょっと墨が強すぎる、あ、似合う似合う、アイボリーです。品がある感じが、でもなんかもう違う色な気がしちゃいますね。まあ、同じ白って言ってもいろんな白がありますね。ということで、ママさんはスプリングということが分かりました。うちらはもう、やっべーじゃん、モータンゴールドのが似合うんじゃん。
そういうことですね。そうですね。コールドでも、そうキラキラっとした明るいコールド。あ、キラキラの方だ。はい、イエベ兄弟。イエベ兄弟。はい。イエベでしたね。はい。はい。どうでしたか？面白い。すごい。楽しくなる、ね。いや、ほんとそうだね。なんか、カーキとかマジで逃げてたけど。待って、ゴールド入ってない？はい。よかった。やったー！あと、まあ、ブラウン系も多いよね。ブラウンはもう、オータムさんすごい得意です。いろんなブラウンを着てください。なんか、ブラウン着ると、同じ茶色で、同じ色になっちゃうのかなと思って。それでも、調和が取れてるので、いいんだ。いいですよ。楽しかったです。というわけで今日は、はい、パーソナルカラー診断ということで筧さんに来ていただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた見てください。バイバイ。過去の動画はこちら。チャンネル登録はこちら。画面をタッチしてね。またねー。バイバイ。